はい、こんにちは、こんばんは。今日はですね、このですね、猫みくじ、これ見えますか？ちょっと画面出しとこうと思うんですけど、ちょっとね、今画面録画しときますんでね、画面録画しますんでね、出しとこうと思うんですけど、猫みくじっていうもの、猫におみくじっていうものがありまして、まあ、とりあえず公式ツイッター、米津玄師所属事務所の D シューレコーズってところがね、出してる、アカウントがね、出してるツイート、ポストの中に、虎に翼ありがとうございました、さようならまたいつかも配信となりましたと、しぐるるやしぐるる町へ踏み入れる、トラコもいよいよ新生活がスタート、配信を記念して今週は猫におみくじ企画を実施、動画をタップすると今日のあなたの運勢がっていうね、ポストが来てるんですけど、これポイントがね、いくつかあります。まずは、さよならまたいつか配信でとなりましたということで、おめでとうございますというところで、はい、でその次がですね、配信を記念して今週は猫におみくじを企画を実施、今週はって言ったんですよ。これ何かっていうとですね、まあ、おそらくですけど、今週は、ね、猫におみくじをやるってことは、来週はまた違う何かがあるわけなんですね。例えば虎に翼だから虎におみくじをやりますとか、なんかそういうことが起きるんじゃないかっていう話、また全く別のね、違う企画とかがあるんじゃないかっていうことと、あともう一つは、その今やってる猫におみくじっていうものが1週間後にはもうなくなってしまうんじゃないかっていう懸念がありますね。今週はって言ってるんで、もうそのうち消されちゃうんじゃないかっていう話もあるので、もしやりたい方はね、今のうちにやっといた方がいいと思います。で、これで今日の運勢を占おうということで、僕もね、例に漏れずやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。まあ、画面は出てると思います。さっきからね、ずぐるぐる回ってると思うんですけど、猫に、おみくじちょっとやってみこうと思いますね。これ難しいんで、意外と押すだけなんだけどね。僕なんかこれ今日の動画ね、タイトル多分どうなってるか分かんないけど、おみくじで大吉出るまでやりますっていう動画のつもりだったのね。一発目から大吉出ちゃうってちょっとすごくない？一発目から大吉出ちゃった、嘘やん、そんなことある？まあ、でもちょっとさすがに動画時間短いんで、もうちょっとやって、もう一回大吉が出るまでやっていこうと思いますんでね、よろしくお願いします。まあ、じゃあ行きましょうか。2回目ですね。2回目やっていきましょうか。はい。あれあれちょっと待って待って。2連続大吉、なんかちょっとおかしいとかないよね。ちょっと時間だけ確認しますね。いや、おかしいとかないよね。ちょっともう一回やります。じゃあもう一回だけ大吉出るまで、やります。ほっ。ああ、中吉でした。中吉ね。さすがにね、猫に法律。で、2回、何回目か忘れたけどやっていきましょうか。次、大吉出るまでね。あ、末吉。猫にお下げっていうところで。マヨネーズ剣士とね、今回のアーシャもね、お下げでしたよね。はい。猫に翼吉。あ、これなんか一番シンプルな、リーシュー猫ちゃんって感じはしますよね。次。お、猫に翼吉、同じのが来ましたね。ちょっと大吉出づらくなってきたんじゃないの？猫に法律中吉、お、大吉出ないね。猫にお下げ末吉、お、ちょっと出なくなってきたんじゃない？お、虎に翼大吉、出ました。これ3回ぐらい出たかなこれね、ぜひ皆さんもね、やってみてください。ほんと簡単です。ツイートを開いて、ポストを開いてね、もう押すだけ、動画って書いてありますけどね、ギフなんでね、画像ですね、動く画像ですね、それをタッチしてもらうだけで、皆さんもできますと。朝なんとなく電車乗りながらとか、通勤前にとか、通学前にちょっとやってみるとかでもいいんじゃないかなというふうには思います。で、それをやるのと合わせてね、その下にね、 URL がついてるんですけど、さっきから僕が何回か押してるやつね、このね、 URL を押すと iTunes ストアとか Apple Music、 Spotify、 Line Music、 Amazon Music、 Our、 KKBOX、 レコチョク、モラハイレゾ、オフィシャルサイトっていうね、リンクがいっぱい並んでるやつが出てくるのでね、まだね、聞いてないよって方がもしいるんだったら、ぜひね、ここから聞いてみてください。でね、サブスクとか入ってないよって方は iTunes とかでね、購入してもらうと、まあ、他のサブスクサービスでもできるのかな、わかんないけど、購入してもらうと、まあ、サブスクね、月額いくら入ってなくても聞けますんで、ぜひそれで聞いてみてください。今回はさ、いつもみたいにその
なんだ、ラジオで応募して抽選でステッカーがとかあるのかな。なんかいつもだったらあるけど、今回はあるのかちょっと謎ですけど、まあ、そのうちね、お知らせも来るんじゃないかなとは思いますのでね、そのあたりは期待したいかなと思います。あとね、まあ、ちょっとまた別の動画でも話そうと思うんだけど、MV ね、 MV についてもね、コメントいただいててですね、そっか画面はもう終わりと。MV についてもコメントいただいててですね、で結構、MV 期待してますって人いるんですけど、まあ、果たして出るのかどうかってところもまずありますよね。まあ、出るとは思うんですけどね、ちょっと何とも言えないっていうところですね。まあ、出てくれたら嬉しいぐらいに僕は思っとこうかなというふうに思います。でこのあたりでちょっと動画時間をね確認させてください。そろそろだと思うんですよね、5分、もうすぐ6分ということで、あと少しね喋らせていただこうかなと思うんですけど、まあ、ありがたいことにここ最近はね、動画の再生もね、順調に伸びておりまして、チャンネル登録者の方も増えてきました。今2693人らしいです。今リアルタイムで2693人らしいので、ぜひね皆さんもねチャンネル登録して動画を見ていただけると励みになるのと、今後もね僕も最新情報を拾ってきやすいっていうところありますね。まあ、今米津玄師がね今旬なので米津玄師をいろいろやってね、それ以外の話もね少しずつやっていきたいなというふうには思いますけど、まあ、基本的に僕の好きなものをね、皆さんに、お伝えしていきたいなというふうには思ってますのでね、僕がね動画に出してるってことは、それは自分がね僕が好きな物事なんだろうなとか、もう好きな映画なんだろうな、好きなアニメなんだろうなとか、そういうふうに思っていただければね嬉しいかなというふうに思います。基本的に僕好きなものしかねモチベーションが保てないのでね、好きなものしかね続かないんですよなんで好きなものをねたくさん投稿して、皆さんと一緒にねこれ好きだなっていう、これ楽しいなっていう、そういう気持ちをね共有していきたいかなというふうに思います。まあ、この時代はね本当に気持ちのシェア、やっぱり、ね、人口も減っててさ、なんかまあ現実問題みたいなんだけど、人口も減っててさ、なんかその、ね、孤食とかちょっとね、何年か前に話題になったけど、なんか一人ね家族いるけど一人でご飯食べるみたいなのとかあるとか、そういうのでねコミュニケーション不足みたいなのがねまあ囁かれてた時代もあります。今はどうかわかんないけどね。なんでぜひね、まあそういう人もここで少しはね自分の好きっていう気持ちを解放して、自分の楽しいっていう気持ちをね存分に出して、少しの間ねこの動画が再生されてる8分とか10分とかの間だけでもね、ぜひねそういう気分をね上向きにしてもらえたら僕は嬉しいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。とまあ、ね、そのおかげで動画も再生されてるんでね、そのやる気になるんでね、僕は動画が再生されれば再生されるほど投稿頻度が良くなっていく系の配信者だとね勝手に思ってるんでね逆に今はちょっと難しいなって時期に入ると全然更新しなくなるみたいなこともよくあるのでね、その辺はご容赦くださいという感じですね。はい、まああとはそうですね、なんかこれ話してほしいとか、これについて話してほしいとか、まあ最近よくあるのがなんかこうツイッターとか X とかに、マヨネズ剣士がどっかアーティストのイベントに参加しましたとか、なんかどっかからか、これヨネズさんの声じゃないんですかとか、なんかそういう垂れ込みみたいなのがね僕のところに少しずつ来るようになってるんですよね最近。なんで僕もね皆さんよりは早く、彼のね行動とか彼がね何してるのかって気づけることが多いんですけど、まあぜひねそういう話、まあかといってじゃあみんながね探偵になって探しまくってくれとか言ってるわけじゃないですよ。たまたまツイッターで見かけましたとか、米津さんこんな楽しそうでしたよとか、なんかそういう感じでいいのでね送っておられると嬉しいです。逆にね本人をねつけ回してとかそういうことをねみんながやっちゃうとちょっと僕が怒られちゃうってところもあるし、僕はそういうこと望んでないのでね、みんながね見ててわなんか例えばねこの間の例だったらなんか、アフターパーティーに米津玄師現れましたってな、みんなうわーって動画撮って写真撮ってツイッターに上げてたんだけど、でみんなこんなことやってますよって教えてもらう分にはいいんだけどね、あなた方が何かね本人に迷惑のかかるようなことはぜひしないでいただきたいと。で僕もできるだけしないようにね細々やっていきたいなというふうに思っておりますのでね、まあ、ぜひ公式とはねそんなに悪い関係になりたいわけではないのでねそうですね、なんかつつましくやっていきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたしますとか言ってる間にちょっと動画時間も伸びたんじゃないの、いい感じなんじゃないの、そうですねいい感じなので今日の動画はその辺で終わろうと思います。まあね良ければね、この動画にもねいいねボタンとか押しといてもらえると嬉しいです。じゃあね今後も少しずつ動画出していこうと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。